さあ、続きをやっていきたいと思います。なんとなくもうそろそろ終わりが近そうですね。なんとなくアイテムをちょっと整理しましょうか。アイテム移動で、整理しましょうかね。なんとなくアイテムが、乱れてまいりましたね。皆さんは気にします？こういうアイテムの乱れ。私ね、そんなにめちゃくちゃ気にはしないんですけど、さすがにちょっと今回、でももうこれね、なんでこれやるか最後じゃないですか。もう最後ですからね。多分もうすぐ最後ですからね。どう考えても。だったらもうちょっと整理してね。身辺整理を。身辺整理をしておこうかなとね。大量にアイテムがもう手に入ることはないと思うんですけど、身辺整理する。ショットガンタンとか、クラフトで作るかもしれんからね。クラフトするかもしれませんからね。こっち右端にね。で、これは、回転させてみましょうか。ね。こんな感じでいきましょう。ん？なんか赤くない？これ。あれ？一体なんでこんなところに？これ、ドミトレスク様のお城にあった、あの扉だよね。あ、ハンダガの玉拾い。いろんなものが落ちてますね。爆発したってこと？ドミトレスク様のお城って爆発したっけ、最後。なんか、地下に放り出されたから、それどこじゃなかったよね。アイテムがあるかどうかのあれはチェック項目かないか。どういうこと？でもマイケルがEさんだったから、多分マイケルとの通信は今途切れてますよね。わっ。なんだこの世界。うわ、あれ、なんか、落ちてきてるよ、上から。ここは一体何なの？何が落ちてきてるの、これ。これ、異世界だよね、なんか宇宙でさ、わぁ、宇宙でこういう、まあ、イメージですよ。宇宙で、たどり着いたところがこんなとこだった、みたいな。アイテムくれー。落ちていいか。よいしょ。降りるぞ。結構高いところから落ちてもね、ローズは若いですからね。最近高いところからちょっと飛び降りるのって怖くないですか？突然何を。いや、下を見て、あ、なんだ？なんかいる。あれ？あれ、私じゃない？あれ。あれ、私がいる。私がいる。でもアイテムが欲しい。あれ、私だよね。わあ！あ、私が逃げた。でも、アイテムが欲しい。私のことを追いかけたいけど、アイテムも欲しい。きっとこっちにアイテムがある。なかった。バイオハザードを何回もやってるとね、まずはのアイテムの重要さを知ってますからね。ん？ホワイトステージ？今なんか出たよね。アイテム。どこ？あ、ここだ。反応が大きいからね。こっちは、さあ、城で見た時と同じ。私がいる。あれ？ローズがいる。ローズさっき向こうに行ったよね。あれ？こっちじゃアイテムか。あ、こっちに来たとは言ってないわ。じゃ、ちょっと反対側にアイテムがあるんじゃないか？あった、やっぱりね。ね、へいへい。へいへい。私を追いかけるんだな。でも、待たせてごめん、ローズ。ちょっと回復液が欲しかったんで、ごめん。あ、うわ、いるよ、こいつら。こいつらいるじゃん。おい、ローズ、待てよ。あ、でも弱い。ニアスで倒せる。弱い。
ちょっと怖かったけど、ちょびっと怖かったけど弱い。あ、もう頭関係なくインハスで倒せる。でもハンドガンの弾、ちょっとクラフトしていい？ハンドガンの弾クラフトするとガンパウダー4つしかないんだよ。あ、でもスクラップがないから作れないから、まあハンドガンの弾1個作っとこう。ね、1個作っときましょう。なんか拾えるからね、さっきから結構拾えてはいるね、アイテムが。これあの村だよね。わっ、びっくりした、びっくりした、タイヤが敵に見えた。あ、あった。あ、そこら中にありますね。というか、でもそこら中に弾丸があるってことは、そこら中から敵が出てくるっていう証拠ですからね、これ。あれ、なんか今転がり落ちてきたけど、なんでここから出てくるの。本当だよね。あー、くっ、あ、いる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 、逃げろ逃げろ、距離を取らんと。あ、本当弱いね。うん、弾丸2発でなんとかなる相手だ。でもどっから出てくるかが、わー、いたローズ。待ちなさいよ、私。どうするつもり？え？わぁ、いるよ、ここにいるじゃん。ここにいたよ、今。今いたよ、後ろに。後ろ立ってたよ、今。今横にいたよ、ほら。やめろよ、ローズ。何やってんだよ、くちゃくちゃと。あ、強い。このローズ強い。5発もかかった。ローズパワーアップ。そうでもないか。そうでもないわ。何やってんだよ、ローズ同士で。ローズ同士で何やってるんだ。ダメだよ、そんな、ローズ同士で、食べ合っちゃ。美味しくないぞ、きっと。あー、怖え。ん？わおー、わおー、チカピーもいたー。まあ、でも結構いますね。ちょっとあの、試してみましょうか。ショットガンで倒せるかどうかを。あ、倒せんかった。結構持ちましたね、ショットガンで。一発しか倒せんかった。今なんか金婚がありますよね、大きいのが。結構弾を無駄にしてますな。これは、出てこんだろうな、お前たち。でっかいね、この金閣。でっけえ金閣じゃい。あ、でっかい金閣じゃい。さすがに無理か。届かんわ。下に降りるのか？これ、ビレッジの最後の方のステージだね。ビレッジの最後の方もこんなステージじゃなかった？とにかく結晶を見つけなきゃ。いや、それと同様にハンドガンと弾見つけなきゃ。多分今僕この年齢で今の高さから降りるのは、この高さから降りるのはちょっと無理かな。多分足折っちゃう。はしごないの？いや、無理だな。僕、今自分がこの高さから降りろって言われたらちょっと怖いな。いや、若い頃は大丈夫だった。多分。ちゃんと受け、あ、あれ？本棚？本棚があるよ。うわ、気持ち悪い空間。何あれ？なんかを生み出してる？うわ、私のコピー。私だ。ここで生まれていたの。私のコピーが。やだ、こんなところで生まれるコピー。え、ここ降りるの？降りて大丈夫？これ。この高さ。さすがに、やばいと思うけど。え、大丈夫なの？すごいな、ローズ。金婚はすべての生物の記憶を吸収するが、その内部にて展開される世界には、ある種の法則が見られる。一つ。記憶は、
現実に忠実というわけではない。二つ、個としての意識を保つことができるのは、生前より、金冠王力を得ていた者に限られる。ここまでは生前より時折見える、啓示からも推察が可能であった。肉体が滅び、私のすべてが完全に金庫の中に入り込んだことにより、この驚異的な仕組みへの理解が深まった。私が長年生きてきたことは無駄ではなかったのだ。積み上げてきた膨大な記憶は、金庫内でより大きな力となった。この力を駆使すれば、人の記憶に干渉することも可能だ。しかし、問題も山積みだ。何よりも頭が痛いのは、ただ一人、大切なただ一人の記憶が、うぞうむぞうに溶け込んで、なかなか吸い上げることができないことだ。記憶を抽出する際に受け皿となる器が必要となるだろう。となれば、それにふさわしいのは、実績のある、ローズマリー・ウィンターズしかいない。ミランダか？誰かいたみたい。ミランダ、ぽいね。なんとなくミランダが、ミランダの文章っぽくない？まだなんか、記憶を引き上げるとか言ってるから。個人らの記憶を復元、編集する試みについて。金庫内に保持された記憶から、個人の編集及び復元を試みた。没後、時間が経った者の記憶は、金庫内に拡散し、他者の記憶と混じりゆく傾向にある。そのため、特定の個人の記憶のみを抽出することは困難を極めた。今回は、記憶の欠損部を他者の記憶で埋めることの可能性を検証した。結果、個人の記憶の寄せ集めから、一人の人間をこの世界に作り出すことには成功。しかし、想定外の挙動が多い仕上がりとなってしまった。特徴的な顔面の欠損。視覚性が強く、歪んだ人格。そしてなぜか、見覚えのある風体。結論、編集は破綻が生じやすく、安定性に大きな問題があるようだ。器の作成には不適な技術だと判明。誰がやってるんだろう。やっぱりミランダかな。ミランダが編集してるのかな、これ。ローズマリー・ウィンターズの完全な複製を作り出し、器とする想定だった。だが、何らかのノイズが入るようで、完全なローズの複製を作り出すことができない。現れるのは動く人形のような無力な抜け殻ばかり。これでは器としては使えない。一体何が原因となっているのか。さらなる思考が必要だ。ノイズとなり得る要素としては、1、本人が存命であること。2、内部からの何らかの干渉。3、複製プロトコルの欠陥。などが考えられる。どれも可能性としては低く、対処は困難だ。ローズ本人をこの世界へ連れ込み、自ら器となるよう仕向けられたなら、それが最良ではある。追記。実験系廃棄物とも言えるローズの抜け殻。ここではコピーローズとする。も、何らかの刺激を与えれば、本物のローズと同じく機能し始める可能性もあり、一縷の望みをかけ、コピーローズのストレス実験を開始。本件は仮面の公爵に任せる。この人、デュークね。ずっと私を見てたとか。これ、なんか最初にさ、K って言ったよね。関係ありそう？個人の記憶を抽出する思考を繰り返すうち、この世界に想定外のゴミが紛れ込んだようだ。このゴミ、エブリンとかいう出来損ないの勝手な行動により、計画に狂いが生じてしまった。本来であれば、
今頃ローズマリー・ウィンターズは生への執着とその能力をすべて捨て去っているはずだったのに。え、じゃあ結果的にエブリンがなんかね、その無茶してくれたことで助かったってことか。なんか K って怪しくない？最初に出てきた K 君、 K ってなんか他の人思い出すけどさ、受かってよかったね。うん、ねえ、K 君怪しくない？うわ、気持ち悪い。生み出してるよ、こいつら。私のコピーを生み出している。なんという気持ち悪い。今、生み出してたよね、本当に。さらっと見ていたけど。ちなみに何もできませんね。私のコピーが、なんか、たまごっちみたいな感じで起きてくる。ホワイト聖地。私もパワーアップしてますからね。私のこの、吹っ飛ばす力も、止める力が多分、ね、また、第5段階になってますからね。まだ使ってませんね。力が強くなってから技を、エブリン以外には。一体エブリン以外にどのような効力を発揮するんでしょうか。入りたくないですね。出てきそうですね。ザバーって。また力を感じる。すごく強い。結晶が近いんだ。あ、そうなんだ。もうすぐだよ、マイケル。あ、やっぱりね。やっぱりもうすぐ、もう今終わりに近づいてるんだね。あの、ハイゼンベルクさんの工場とか、モローの水車とかは出てこないみたいですね。あの、ステージとしては。慎重に進んでいきましょう。おそらくラストが近いような気がします。もうマイケルのね、最後の意志ですからね。まあ、イーさんのね。この奥ね。どっちだろう。こっちはなんだ？あれはなんだ？ここは入れる？入れない、いけないですね。なんか悪魔みたいな。これは何の道、満ちて、すべたる、黒き神よ。今こそ新たな世界を作りたまえ。黒き英知による恵みを、再び、授けたまえ。失われて、散った愛しい子が、この地に落ちた地によりて、うつろの眠りから真に目覚め、すべからく、救われんことを。どういうつもりでこんなものを？エヴァを、やっぱりあのミランダ目的がエヴァの復活なんでしょうね。どこまで行っても、この貧困の中の世界で多分ですけど、ミランダは生きていて、まあ、生きているというか残っていて、引き続きローズを使ってエヴァを復活させようとしているのかなと。ただ現実世界に干渉できるとは思えないので、現実世界でなぜかローズをここに導いた、今度こそ本物、ローズを導いた存在って K ですよね。まあ本当に研究の中でそう思ったのかもしれないし。浄化結晶。本物かな。あ、消えた。力が抜けてく。嘘みたい。これが普通の感覚なのね。まあやっぱりこいつだよね、ミランダ。来たか、待ちかねたぞ、ローズ。誰？あなた誰なの？我が名はミランダ。え？成長して力をつけたお前を、もはや私には封じることができなかった。だからこそ自分の意志で力を捨てるように
この世界に呼び寄せる必要があったのだ。そんな、でも、K は言ってた。そいつが？本当にそうか？私が見せた幻覚だ。よくできていただろう？そう思わぬか？そんな。さあ、我が娘エヴァの器となるがいい！ロージ、逃げろ！おのれ、イースさん！行け！ここで実体化するとは。ローズ、逃がさぬぞ！絶対に。ローズ！ロージ、急げ！逃がさぬか！絶対に！お父さん。話は後だ。走れ。なんか感動だね。よし。ありがとう。どうして正体を教えてくれなかったの？なんでマイケルって呼ばせたの？混乱させたくなかったんだ。お前を守りたかった。一人にしてすまなかった。出口を探していたんだ。心配ない、すぐそこだ。ローズ！娘から離れろ。俺の家族に手を出すな。さあ早く。お、ヒーさん。逃れられると思う。ヒーさん、またしても忌まいまし。ローズ、今のうちだ。普通に生きて友達を作れ。もう化け物なんて呼ばれない。でもローズ、行くんだ。父さんを置いていけない。分かってるよ。ローズ、でも無事でいてほしい。だから早く。イースさん、どこにクリスチン。ここはいいから早く行け。大丈夫、私に任せて。その程度の力でこの私に立ち向かえると本気で思っているのか、愚かな小娘。今までの私と同じだと思わないで。本当の力を見せてあげる。私に身を委ねるがいい。ダメだ、そんなもの当たらぬわ。こういうこと？こんな感じなんだ。なぜ私に歯向かう？なぜ無駄に苦しもうとする？いい気になりおって。
仮に生き残ったところでお前に何の意味がある？父親を救えるわけでない。お前たちは異なる世界にいる。さあ思う存分泣き叫ぶがいい。小娘が、お前の力はやはり特別だ。引き出した甲斐があったぞ。随分と苦労したがな。うまくやったつもりでしょうけど、後悔させてあげる。悪あがきももはやここまでだ。どこだ。そう、我が手だ。私はこの貧困の世界の中でエヴァの復活だけを願った。だが何度器を作ったところでエヴァの器足りうるものはなかった。だからお前でなければならないのだ。お前だけがエヴァを受け止め復活させられる。何を犠牲にし幾年かかダメだたろうとも、私はこのタイガーを成し遂げる。そろそろ時間切れだ。生意気だ。なぜ私に反応か。器の分際で咀嚼だ。さあここで終わりだ。ちょっとね、言葉がね、出てこないですね。さあ、思う存分泣き叫ぶがいい。聞かないわ。屈したところで誰も攻めはしない。あ、しまった。タイミングが悪かった。おのれ、小賢しいぞ。まだわからないのか。お前の望む幸せは手に入らない。勝手に決めないで。私の幸せは私が決める。いいのか。私を殺せば唯一の理解者を殺すことになるぞ。これ怖いな、避けれんな、これ。往生際が悪いぞ。さすがはいいさ。その命の輝き、まさにそれこそが我が愛娘エヴァの器に必要なのだ。私に身を委ねるがいい。結構きついね、これ。難しいね。
真後ろに来てるからな。なんだ今の。その力、私が試してやる。私の力に、生意気だ。これはどう。咀嚼だ。悪あがきももはやここまでだ。見くびらないで。あ、しまった。どこにいるかも分かんないからな。いい気になりよって。もう終わりにしよう。ここまで来るのも結構な。E さん、これが最後の力。操作がね、さっきよく分からなかったんですよ。よし、やってやる。大いなる力にその体を明け渡すがよい。やったか、やったか。これほどまでの力とは、エヴァの器としてこれ以上の素材は他にないというのに。ああ、私は器なんかじゃない。誰かのコピーでも身代わりでもないわ。私は私を。これで本当に倒せたんだろうか。すごかったミランダ。イーサン。いや、ローズ。大丈夫。大きくなったな。生きてそばにいなくてもいつも見守ってきた。すまない、守れなくて。守ってくれてたよ、今までずっと。いや、チャンスを逃してしまったな。本当にすまない。違う、決めたのは私。一つも後悔してない。あの時帰ったら父さんと話せなかった。こんな風に顔見て。だからいいの。私は大丈夫。自慢の娘だ。誰よりも頑張ってる。愛してるよ。私も愛してる、父さん。戻ってきた。戻ったのね。
さん。男の子は月に触れると思う？そんなの無理だよ。だって遠すぎるもん。もし宇宙船があったら？ああ、なら触れるかもね。でもきっとすごく冷たいよ。ねえ、そうね。お父様はシャチとは違うんじゃないかしら。もうわかんないよ。父さん、誕生日おめでとう。先週は来られなくてごめん。テストとかいろいろあって、わかるよね。もうタイミング最悪。仕事みたい。愛してるよ。ああ、見つけた。例の場所だ。こんな日に限って。君の出番だ。頼むぞ、エブリン。二度とその名前で呼ばないで。おいおい、ただの冗談だろ、ローズ。クリスも知らない力をあんたで試してやってもいいんだよ。いつでも撃てるぞ。待機してろ。問題ない。まだガキだ。まだコントロールできない。彼に似てきたな。知ってる。画面中央に立ってるのが誰かっていうのが前回議論になりましたよね。最終回で。はっきり見えますね、今回は。人がいます。前回あれが E さんじゃないかっていうね。まあ、いろんなその推測がされたんですけど、ね、その、最後までね、それがどういう存在なのか、幻影だったのかどうかはわからないままでしたね。ね、ありがとうございました。
よかったですね。皆さん本当にありがとうございました。もうあのイーサンとローズ、お父さんと娘の絆、愛の物語がこれでね完結で、本当にねプレイできてよかったです。もうこの感動のまま今日はね終わりたいと思います。皆さん本当にねありがとうございました。また次のゲームでお会いいたしましょう。皆さん See you でございます。またね。おはなるこん。